名前のついたイベントにだ呼んでいただき本当にありがとうございます。もうちょっとですね、桜咲いてるところです。花、私世持桜と言いますが、4月生まれなんですけれども、沖縄ではですね、桜が2月3月に咲きます。で、そんなに花見だったりとか桜をですね、大々的にね、イベントとしてやる風習がなかったので、桜ってどんなもんなのかなって思ってて、で、上京してきて桜を見てですね、4月にちょうど4月に桜を見てですね、あんなに綺麗に咲くんだなってとっても感動して、これは名前つけてもらった親に感謝しながら、恥じないように生きていかないといけないなと毎年4月になるとですね思います。で、こうやって桜を見ながらですね歌えることがとてもありがたく嬉しいことです。また今年1年頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。では蝶々と花の八重山民謡、歌を歌った八重山民謡胡蝶の歌をお届けしたいと思います。